のチャンス。ニアサイドすらしたボール千葉が拾います。清武中を見る、速いボール、ヘディングシュート、千葉先制しました。前半の4分、雷鳴の先制ゴール。注目の先制点は千葉が奪いました。いやー、ラリベーが決めましたね。そうですね、まあ、これはもうラリベー選手の特徴なんですけど、スペインリーグにいた時からもこういう形でヘディングの高さというよりタイミングなんですよね。あ、このタイミング。そうですね、前にディフェンス、後ろにディフェンスを背負ってるんですけど、ボールに合わせるこのタイミングのうまさですよね。はい、